ようやくクレバス帯を抜けて、ここ南部氷床の一番標高の高いところに到着しました。1日15キロで1週間で、いや食事です。豆を入れた炊き込みご飯、インスタント焼きそば、量の多いご馳走です。ブリザードが、忍び寄ってきました。テントを補強するためにはテントを雪で埋めてしまうのが一番なんですね。必要ないものはソリの中に入れて逆さにして雪の中に埋めておきます。まあこの氷床の中でも一番強い風でした。彼は下の方に吹き飛ばされてしまいます。2時間後やっと突風は収まりました。テントから出るとみんなが大騒ぎしてました。ソリが1台なくなったというんです。13本のボンベが積んでありました。全体のボンベの3分の2がなくなると前進できなくなるんで、必死に探して見つからないとやばいことになります。